漢文の勉強ですね。漢文の勉強どうしたらいいんですかっていう話ですが、まあいろいろあるけども、あんまり選択肢がないよね、漢文ね。パワーアップ版、これやったらいいんじゃないっていうことですね。三輪先生、漢文は中国の古文です。そうだね。面白いと思うけどね。そう、大体の人はね、センターの試験のためにやってるんじゃないかな。山登りの前に何で困ってるのかな、みんな。句法っていうのがあって、たった66個の句で漢文が読める。0.1にて、もう基礎の基礎ですね。書いてあって、ではこんなんがあって、こんなんがあって、で句法もね、いろいろあるよね。細かい句法もあればだし、でセンター試験の心得があると。センタークリアで合格点だ。こういう流れですね。で、漢文っていうのはこういうものですよっていうのを書いてくれてるわけですね。他の参考書っていうのもありますね、漢文の。なんかピカピカした感じのもあって、あれ僕読めないからこれをね、おすすめしてるわけなんですが もし自分がね、これでもいいやと思うんだったらそれでいいと思います、漢文はね。ただ僕はそのピカピカしたのを読めないから、そう、生理的に無理なんですね。なので、これをお勧めしますよと。0点。山尾講義。どうですか？わかりやすい？冗長ですか？まあ人によって感想は違うだろうね。で、まあ演習ドリルがあると。これ練習できたら、まあ分かってるってことで進んないのかなって感じですね。で、これ最初からね、通してやるんじゃなくて、そう、もう一つの練習問題に合わせてね、これを見ながら参考図書として見る。そうしたらいいと思います。山尾講義。一二点は二文字以上上へ変える。とてもシンプルに書いてるね。何文字でも OK だって。そこがまあ0点との違いってことなんですね、きっと。こんな感じ。で、いろんな感じのベスト50。山間。こんなもん知ってたら結構楽になるっていう50なんだろうね。読みの問題はサービス点。ね、絶対落としちゃいけない得点源だ。いいんじゃないですか？そもそもそれ。そもそもたちまち。そう、シンプル。でいいんじゃない？知識でいくその問題の回答を絞れ、内容がっち問題だ。センターの心得。で、過去問演習と。そう、内容をね、理解する。じゃあ、どこまで内容分かんなくちゃいけないか、読めてなくちゃいけないか。そうだよね。センター試験っていうものに絞るんであれば、センター試験用の戦い方が必要なんだろうね。まあ、こんな感じ。なんでもいいけれども。ただ、やっぱり一つね、問題集だけじゃなくて、こう読むものっていうのものね、あった方が、学習がね、はかどると思うから。一つこれは、まあ、おすすめとして、紹介しておきました。以上です。